我々筋肉部隊が活躍する中で、5周年の中盤に新たな筋肉が登場した。そのキャラクターとは、マゼンタ所長。出たではなく、こちらのセルマックスが主役になりまーす。私は。さあ、今回はマッスルたちの力を借りて PVP をやっていきたいと思います。ちょっと待てー。なんなんだよマリサ。もう試合は始まってるんだよ。いや、試合よりも後ろの人たち誰だよ。ああ、この人たちはだね。筋肉指名隊。そう、ドラゴンボール以外での筋肉たちだよ。おう、所長よ、よう筋肉だ。こちら、素晴らしい肉体をお持ちのマキオナルゾウ様。そしてこちらは、ピエヨン様。お二人とも素晴らしいマッスルをお持ちです。一旦わかった。お二人とも某アニメでは有名な方たちが、決してスプレーもないようにするんだぞ。すでにお前のそのポジションがスプレーなんだよ。もろもろ失礼した。そんで今回の動画のコンセプトは何だ？今回は見ての通り、ただではやられん、片腕をもらっていくぞー、パーティーです。ああ、要は倒されても HP を削っていくキャラ構成なわけか。それを2体も仕込んでるんだから完全に相手の嫌がらせしか考えてないな。まあまあ、そんなこと言うなよ。これ結構楽しいんだぜ。毎回相手の控えも含めてどれぐらい HP が削れるかが見ものなんだ。嫌な性格してらっしゃる。それに今回は2人の先生も見守ってくれてるから、思う存分に暴れさせてもらうよ。この2人がいると何かあるのか？筋肉に、キレが生まれる。あ、復活しやがった。みんなも鍛えればカムハムハに、耐えられる肉体を作ることができるぞ。いや、さすがにそれはない。さて、そろそろ筋肉の試合に戻ろうか。まあ気づけば相手は残り2体だから、豚の肉体しなければ勝てるだろう。豚の肉をしました。しまった。やらかしましたぜ。あ、でもこれでセルマックスの力が見れるぜ。見せてもらおうか、破壊の力を。やれセルマックス。さあ、は？めちゃくちゃ手削ってるふっ、これがセルマックスの力さ。あとは、指先で巨匠の教育とやれば倒せますよ。霊夢さん。なんだいマリサくん。油断してると足元救われるぞ。こんな風に。勇者タピオーン。君はここで終わっていい戦士ではないぞ。じゃあどうするの？答えは簡単さ。頑張ってブロリーさん。結構ギリギリで耐えたな。これでこそ防御タイプのブロリーさんですよ。あとはこのブロリーさんに思う存分暴れ回ってもらいましょう。まあ、このようにセルマックスやヒルデガーンは、状況によって逆転可能になるんと、皆さんもぜひマゼンタ所長を使ってみてくださいね。終わりだ！この俺を超えることはできぬ！筋肉の勝利だ。でもさ、思うんだけども。うん？どうしたん？マゼンタ所長ってあの強化スーツを着てるだけであって本人は筋肉改造していない可能性があるのではないか？マジかよ、あいつ偽物の筋肉なのか？いや、あくまで可能性の話だ。それでも筋肉指名隊の2体が困っている。こうしていられない、すぐに調査せねば。任せたぞ、プヌシ。こちらは偽筋肉疑惑とともに PVP を続けるぜ。筋肉が本物か偽物かはさておき、マゼンタ所長結構活躍するよな。まあ、なんといっても5周年実装キャラですからね。ある程度は動けてもらわないと困っちまうぜ。あれ？でもオレコロさんはどうしたの？いやーね。ちゃんとオレコロさんでも PVP を撮ったんだけど、いろいろ動画として使いどころが難しくてボツになりました。オレコロさんは使い勝手が難しいというか、ガンマコンビと比較されて使われてない印象かな。ガンマコンビの性能がすごすぎるんだよね。あの性能が細かく分かってればガンマ側だけガシャやってたのにな。まあ、今更何を言っても無駄だろうけども。ガンマコンビを当てた皆様おめでとう。我々はいつか復刻したら当てに行くぜ。その時には新キャラで人造人間タグを持ったのが実装されているだろうな。ガンマコンビの PVP 動画はその時までお預けってことで。ではでは、嫌がらせパーティーの状況を見ていこうではないか。現時点では大きな動きはないかな。なるべくはマゼンタ所長とタピオンに頑張ってもらって、ブロリーにはここぞという時に活躍してもらう感じです。逆にブロリーがやられた日には負けが濃厚になるわけか。結構厳しいもんだな。
よし、ドカバキインパクト勝ったぜ。おお、珍しく勝ったね。そしてこの勝利は結構戦況を大きく揺るがすんじゃないかと思ったが、相手はゴクフリに変えてきましたね。メガ属性ですが、マゼンタ所長にはもう少しばかり頑張ってもらって。ブロリーにスイッチしてどんどん削っていきましょう。まあ普通に変えてくるわな。そしたらこっちもチェンジすればいいのよ。あ、単発剣聖を狙われたわ。めちゃくちゃ削られるな。これはもしかしなくても落とされる。ダブルンパワー。いや、変身長いって。これはみんな突っ込むよな。このジレンと同じぐらい変身に時間かかるやついたっけ。あ、復活演出はなしでね。多分いないかと。お、来ましたね。出番ですよ、ヒルデガーン。すべてをやっつくしてしまいなさい。まあなんとかゴキフリは致命傷まで持っていけたな。霊夢さん、今インドの人が火を吹いてませんでしたか。いいえ、私には何も見えていませんが。そうか、私の言い間違いだったかもしれないな。それなら試合の状況に戻ろうか。こちらはですね、ライジングを打ちたくてもなかなか打てないジレンマ中です。やはりゴクフリのライジング封じは厄介だな。もちろんカバシュン無効などついてれば話は別だが、その見極めも難しいもんね。なんとかして、この究極アーツでジレンは落とせないかな。殺してやる。あ、はい。ハジータさんが出てくるのは分かってましたよ。でもブロリーの究極アーツだと多分ハジータは落とせないだろうな。予想通り。そしてスーパーサイヤ人ブルーになって与えたダメージは帳消しになりました。頑張れブロリー。リタイ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 、助けてー。マゼンダ所長、やはり筋肉は裏切らないな。さて、まだ相手は3人残ってるが、あ、これはいただきますだな。よし、これでライジングを使えるぜ。ポージングで時止めしてっと。はい、早速ライジング発動です。やはりライジングは戦況を大きく変えてくれるな。ライジングを阻止されるのは本当に厳しい。今後も同じようなキャラが実装されていくのかな。おそらくはライジング阻止の向こうとかが出てきたりするんだろうな。個人的にはそろそろビリッタの以外での復活阻止のキャラも実装してほしいな。なかなか破壊神以外での実装が難しいよな。クルッと、あ、バニシングゲージが回復してないから回避できないな。うむ、どうするか。まあここで落とされてもセルマックスでダメージを与えられるからよしかしよう。うむ、セルマックス降臨だな。起動だ。やれ、セルマックス。まあまあ削ってくれたな。ここまでやれれば、下手なことをしなければ勝てるだろう。回避しました。あれ、でも攻撃が止まったぞ。違うよ、単なるラグだよ。でも今度こそ攻撃が止まったよ。さあこれで終わりです。虫けらが消し止め。その程度のパワーで俺を倒せると思っていたのか。大変ありがとうございました。そしてナイスバルブです。レイムー。お、どうしたウプ主。マゼンタ所長を調べたぞ。お、どうだった。こいつの筋肉はほぼ確定で黒ですな。こいつ自身が鍛えている場面がなく、所長の立場を使って楽している。何、それは筋肉に対しての侮辱に他ならない。マゼンタ所長を捕まえて正式に筋肉トレーニングをさせるんだ。おうよ、行くぜ。大丈夫かな。とりあえず今回の動画はここまでです。次回の動画もお楽しみにしてください。